え？はーい。ん？ちょっと晴れてきた。あ、晴れてる。今日は曇りかと思いきや晴れてます。さっきの雨がめちゃめちゃ降ったんですよ。なんかね、ほんと庭がもう粗大ごみ。あ、一応台風対策で梅が片付けてくれたのか。雲がすげえ。え、この雲やばくない？写真撮ろう。そろそろぼちぼちちょっとパークの方にね入ろうかなと思います。あれ、今日は早めに、早いな、8時19分。あ、いつもはね9時過ぎぐらいからやりだすんですけど、あ、今日子供が多分ね学校に行ったんで、割となんか準備とかが早かったんですよ。意外とそうかもしれない。ちょっと今日はねテンポ早めですけど、今から動画の編集って、あ、編集じゃない、撮影やっていきます。テンポ早め。今日はは、じゃあ今から動画の編集やっていきます。まだ9時ですよ。今日はめっちゃ早い。お、来た、ヤマト受付完了ってことは、ことはことは届いたのか、あれが届いたのか、まさか。よいしょよいしょ、待ちに待った、待ちに待った。はい、今日は誰もいません。待ちに待った、来てる。じゃんじゃんじゃん、何でしょうか。ザザン、こちらイエティ X と言って最新のマイクですね。マイクを購入しました。なぜマイクを購入したかと言いますと、テック系チャンネルとかいろいろな YouTube チャンネルとかをこうリサーチしていると、やっぱり音声にこだわった方がいいですよってこだわってる動画チャンネルはね、やっぱり伸びてます。まあ、ほのぼの系というか、この Vlog とかではなくて、本当にこう企画系の、ね、チャンネルと、ヒカキンさんとか、はじめ社長さんとか、まあ、フィッシャーズさんとか、いろいろそのやってるわけなんですけど、まあ、音声、やっぱり、ね、こだわってるところ多くて、やっぱそのクオリティ、動画のクオリティが音声で変わるということなんで、はい、買ってみました。買ってみたというか、もうね、もう僕のね、画質はね、問題ないと思うんですよ、テック系。なんで、これは GoPro ですけど、テック系のチャンネルはやっぱ画質はまあまあいいので、あと音声だけは、しっかり音声だけはね、したかったんですよね。で、音声あんまり気にしてなかったんですけど、最近ちょっともうちょっと頑張りたいなと。ね、頑張りたいなということで、はい。買ってみました。こんな感じで、ゾーン。わお。わお。ただ、ね、マイクロ USB っていうのがちょっとね、ちょっとね、ここがね、Type-C だったらね、もっと良かったんですけど、まあ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 。よし。はぁ、来た。でかっ。うわ、むっちゃいいやん。てか、すげえ高級感やな。すげえ高級感だぞ、これは。やばいな。これすごい。今週中、もう変わってるか。もうこの Vlog が配信される頃には、テック系のチャンネルの音声はこれに切り替わってると思うんで、ちょっと聞き比べてください。前の動画と、このイエティ X になった動画を聞き比べていただければ、動画のね、クオリティが変わってると思いますので。はい。ってみたい。これなんかニュースキャスターみたいなね。
石原です、みたいなね感じで。まさかここメッキになってんのかっこいいっすね。なんかブロードキャストメ、あ、これね、ブロードキャストモードみたいなのがあるんですよ。いろんなモードが。なので、これでね、ちょっと質感をね、高めていきたいと思います。なんかちょっとこれでテンション上がっちゃった。むちゃかっこいいやん。はい、どうも、石原でございます。皆さん、今日も動画チェックよろしく、よろしくね。ありがとうございます。いや、全然ね、これは GoPro の音ですよ、GoPro。ちょっとこれをね、今はね、動画編集してるんで、昼からこれをちょっとね、使ってね、いろいろ試してみようかなと思います。もう一回皆さんに見せておきます、これ。むちゃくちゃ高級感すげえ。これやば。これは、やばし。お手。おお、いいね。てか、ああ、ほんと短くなった。え、髪切った。髪切って帰ってきた。はい、はい、はい、ないですよ。ないでーす。ないでーす。うん。ちょっとね、デスクトップの壁紙をね、ウォールペーパー変えてみました、こう。ちょっと夕日がね、夕暮れに沈んだ。そしてちょっとね、モダンになった感じで。そしてここに。EATX あります。はい。今のデスク環境はこんな感じになっております。やっぱりね、このね、前の Vlog でもお伝えしたと思うんですけど、あのデスクトップのパソコン画面をよく見る方は、こう景色とかにしてた方が、その、目、自然をちょっとね、視覚的に感じると、その心の、まあ、余裕というか、ゆとりというか、精神的なリラクゼーション効果につながるので、こういうデスクトップはね、壁紙はこういう景色、自然、海とか空とか、そういうのがいいと言われております。僕はね、おすすめします、それを。やっぱりね、かっこいい、なんか、車のね、やって、写真とか、すべて赤とか、なんかいろいろあると思うんですけど、こう視覚というのは常に見ている情報をこう吸収するので、自然な、まあ、海の音もそうなんですよね。あの、セミの音とか、そういう海の音とか、もう自然に聞いておくとリラクゼーション効果があるので、意外とね、自然とね、あの無意識にその辺はね、感じるところがあるんで、こういうのはね、あの、ところどころにね、例えば、ポスター?なんか自然のポスターなんかも貼るといいと言われておりますので、まあこういう風にデスクトップもね、まあちょっとリラックス効果のある壁紙を使うといいと思います。ということで、今から動画編集をやっていきたいと思います。あー、クーラー入れてないときついです。やば、ちょっとね、スケボーで押して行こうと思います。今からね、最近毎日行ってるんですよ、スポーツセンターの方にね、行きたいと思います。ランニングと筋トレ。はい、シャワーを完備しておりますので、今からシャワーを借りたいと思います。ありがとうございました。行ってきましたよ。ちょっと買い物も行ってきて、よいしょ。やばし、あつし、やばし、あつし、よいしょ、こらすて。いやー、風呂も入ってきたんでね。はい、あとはご飯を食べて、でまあ、ゆっくりして行こうかと思います。行こうかって、ゆっくり しようと思います。いいの仕上がったね。今ね、バスケ、あの、テイクスエッセンスバスケの、その、この間の、なんだ、オープンイベントあったんですよ。はい、あの、オープンイベントの、
ね、やった時の。ちょっと。これね、石原さんとこ皆さん見ますか。え、行くよ、はい。あー、外したとこやった。はい、こんな感じでちょっと、TENX SS のビデオを今作りまして、今ってね、さっき書き出しして、まあ、うまいこと言ったんじゃないかと思います。で、これを明日、コマさんに、確認してもらって、まあ、どっかこう、誤字脱字じゃないけどね、ちょっと、ここ分かりにくいみたいなところちょっとあれば、明日、訂正して、明日ね、打ち合わせがあるので。よし、とりあえず、これはこれでええかな。今7時ぐらいですね。涼しいです、今日は。台風の後なので。食べましょう、食べましょう。今日は、しゃぶしゃぶでございます。で、今日のね、しゃぶしゃぶはね、まずね、鹿児島県産、カナダ産、そして、我らが長崎県の豚をちょっと食べ比べしてみたいと思います。どの豚肉が美味しいかを、レビューします。これが長崎県産、これがカナダ県産、県産って、はい、これが鹿児島、ちょっと鹿児島がね脂肪が多いようになっておりますけど、さあどうだ。はい、では皆さん鹿児島県産からぶち込んでいきたいと思います。ちょっととりあえずやってみて、他のやつ、卵とこれセブンイレブンのこれめちゃくちゃうまいです。これめちゃくちゃこれうまいです。鹿児島県産、さあ食べてみてください。うまい。はい、次はカナダ産になるんですけど、カナダが綺麗よね、なんか一番見た目綺麗、カナダ産。じゃあ次カナダ産いきますよ。それはそうやろ。いや、カナダさんが綺麗よね。なんか身がちゃんとある感じ。値段はどのくらい違うの？値段はだいたい600円くらい全部。ブランドが違う。だいたい同じ。うん、だいたい。カナダさんの方が安い。うん。見ればいい。はい、じゃあカナダさん行きたいと思います。うん。やっぱ肉厚だね、カナダさん。うん、はい、じゃあ我らが長崎県さんちょっといただいて。長崎県産も割と綺麗よね、うん、鹿児島県産がちょっと脂肪が多いかな。結構身はね、カナダ県産よりも薄いけど身がちゃんとあるみたいな。だから美味しいのが食べようか、うん、もうね、せっかくだから、うん、いいかな。はい、じゃあ長崎県産いきたいと思います。さあ、うん、なるほど。せーのでいいよ、どれが一番美味しかった。せーの、鹿児島。ああ、鹿児島か、やっぱ鹿児島県産1位でございます。ということで鹿児島県産から食べようかな。食べやすい。なんかしなきゃ。カナダはちょっとやっぱ味がね、なんかこう後味がちょっとある、やっぱりなんか。でも別に、うん、食べれるわけじゃないよね。いや、美味しいっちゃ美味しいけど、鹿児島県産がうまいね。今度から鹿児島県産をしゃぶしゃぶするなら買いましょう。一番、うん、そうだよね。そうだそうだ。鹿児島。一番最初に食べたのは鹿児島。じゃあ鹿児島が一番美味しいってことですね。鹿児島県、うん、鹿児島県に住んでいる方がね、視聴してるか、かもしれません。ありがとうございます。あれ持ってきて、今のコップ、ほら、そこにあるやろ、もう。とりあえずコスさんも見てしまわないとね。慣れたと思う。はい、どうも、石原です。ゴッサムを見すぎました。今からちょっと、もう9時になっちゃったんですけど、今からちょっと30分ぐらい、ワークの方をやりたいと思います。今のうちにやっとかないといけないこととかね、ありますから。はい、ということで、今からね、ちょっとぼちぼち30分ぐらい仕事して、そして、本を読みながら寝ようと思っております。今日何したかな？今日何した？午前中どこも行ってないね。午前中は家にいました。あ、午後からも家にいました。いや、スポーツセンター行きましたね。はい、スポーツセンター行きました。はい。特にまあ、うん、何もなかったですね、今日もね。皆さん、ここまでご視聴ありがとうございます。本当皆様のね、ご視聴でね、本当支えられております。
特に今日は本当にもうほのぼのして、明日もね、特に用事はないんですよ。明日も用事はない。僕の楽しみのオリンピック、ね、サッカー終わったし、あとはね、特別ないですね。仕事の方がね、ちょっとそのクライアント案件の方が、いくつもちょっと溜まりに溜まってる状況ではあります。なのでちょっとあの PR 内容をちょっとこう、添削じゃないけど、ちょっとこう、もうちょっとこう、シンプルにしたいんで、結構複雑な PR 案件って結構多いんですよ。なので、こう考えてると頭痛くなっちゃうんで、もっとシンプルにあの PR させてくださいっていう要望をちょっとね、いくつかクライアントに打診しました。報酬はもちろんね、いろいろこう、計算されてしていきますのでね。なので最近はそうっすね、そんな感じで今月8月やっていく。でも、まあ、僕なんか五島に住んでるんですけど、あ、住んでないですけど、住んでるって。五島育ちなんですよ。大阪生まれ五島育ち。皆さんね、多分この動画を Vlog ご覧の方は知ってる方もいらっしゃるとは思うんですけどね。で、長崎にいますと。大阪で生まれ、五島で育って、ちょうど真ん中の長崎におりますということで、お盆にね、五島に帰ろうとは思っていたんですけども、台風がね、昨日かな？昨日の動画、昨日動画撮ってないよ。おとといの動画の次の日が台風だったんですよ。だから昨日が台風。昨日の Vlog は撮ってません。はい。おとといか、おとといの Vlog 撮ってません。もう訳わかんなくなってきたんですけど、その台風当日の Vlog は撮ってないんですよ。はい。なので、あとコロナも増えてきてるんで、ちょっとその辺で、ちょっと五島に帰るのもちょっと控えようかなということになっております。いやー、本当になんかどこも出かけたいんだけど、なんかそのコロナの影響があるからちょっと怖いというね、なんかそんな感じになってますけども。あー、なんか、あと社会保険料、住民税ってあとなんかな、いろいろあります。年金か。もう結構かさんでるんですよ。むちゃむちゃ大金が飛んで、むちゃむちゃ大金が毎月飛んでいきますよ、本当に。でもね、会社員時代の方が良かったとかいうことではないんですよね。うわ、結構一定、何十万で金飛んでいくな、毎月っていうのはあるんですけど、実際、ちょっと考えてみたら、はい、時間自由になりました。で、収入も会社員よりも倍々にね、たくさんもらってます。それに伴っての、まあ、社会保険料とか税金なんで、それを引かれたとしても、まあ、それなりに生活ができているので、会社員の時よりも、もちろんお金に困ることはなくなったし、けど、すごいお金が取られてるなっていうのがあるし、これ、なので、会社員で安定はしてたんだけど、やっぱそこら辺が結構制限というか、肩身が狭かったんですけど、今ね、税金とか社会保険高いけど、その分まあ稼ぎもあるから、まあトントンではあるんですね。会社員と、フリーランスになってるのも稼ぎは全然違いますけど、フリーランスの生活自体もちょっと良くなったし、で、まあそれなりに暮らしていける。前まではね、もうほんとね、30代前半とかもう結婚式が入っただけで、うわ、結婚式、うわ、7万、8万、うわ、やべえじゃん、それ、金ねえわ、なったんですけどね。あの頃が懐かしい。今はね、そんな、唐突な、そういう緊急性のあるお金、例えば、いろんなね、お金がいきなり飛ぶじゃないですか。お中元だったり、いろいろなんかね、そういうの。今ではね、そういうのはあんまりこう、不安には ならないぐらいのお金、貯金はあるんで、なんか昔のやっぱ生活と比べたら、もう本当にフリーランスになってよかったかな。で、会社員時代の給与がなくなる分、フリーランスで稼がなきゃなと思ってたら、割とね、会社員時代の給料まではいかないんですけど、まあ、プラスアルファ、そのぐらいはちょっとまた増えたかなというのがあるんで、まあトントンぐらい。会社員の給与と今ではね、副業で稼いでた分でダブルでもらってたわけなんですよね。でもフリーランスになったことで会社のね、給与がなくなった。で、ここどうしようかと思ってたところにね、今ね、ちょっとね、クライアント案件がいくつか出てるんで、まあちょっと少ないですよ。会社員時代ではもちろん少ないプラスアルファですけど、もちろん会社員時代だけの給与よりかもフリーランスの給料の方が高いんで。でも時間も自由。精神的、そして時間的、そして経済的にもね、自由。はい。ズバリ、セミリタイヤというね、状況になっているのかなと思っております。で、また石原さん、また話が長くなって、もう本当に申し訳ございません。はい。ということで、そんな話をしてる間にもう10分ぐらい過ぎちゃう。10分も喋ってますよ。これ Vlog ではカットしてますけど、もう10分ぐらい喋ってますよ。はい。ということで、今から動画編集しますので、皆さん、明日、またね、明日の Vlog でお会いしましょう。明日何もないですけど、ぜひまた、明日もご視聴ください。はい、では皆さん、おやすみなさい。